じゃあこんにちは、はい、杉豊さん、はい、今年 FA で、はい、左腕、はい、2人 FA しました。はい、DeNA の石田投手とオリックスの山崎福也投手というところで、はい、まあ、石田投手は今特に、記事には出てないんですけど、ね、まあ、上がってこないな、はい、どこの球団と、まあ、交渉しているとか、まあ、はい、あの水面下とか裏ではね、もしかしたらあるのかもしれないですけれども、はい、まあ、そういったところでオリックスの山崎福也投手はもうすでにオリックス含めていろんな球団からオファーが来て、はい、実際にもすごいな、人気になってるよな。あのそう、 FA 市場で今あの今シーズン一番と言われているんですけれども、はい、まあ、そうだね、はい、その山崎福也投手がそこまで、まあ、オリックス含めて6球団からラブコールを受けているのはどういうところが評価されてなのかなっていうのを今回ちょっと伺いたいんですけれども、3年連続優勝してて、はい、そのローテーションの一角をずっと守ってきて、うん、で優勝経験もあるし、はい、その中で今年なんか10勝以上上げたし、はい、だからそりゃ評価高くなるよね。でもここまでやっぱりいろんな球団からラブコールって、あとは緩急が使えるよな。緩急が使えても自在だから、うん、だからそういう意味では、まあ、長いイニングっていうことを考えるとね、まあ、そんなには投げられないかもわからないけども、うん、まあ、セ・リーグからはやっぱバッティングもいいしみたいな、まあ、そこも含めてやっぱり10勝してるっていうこともあるし、緩急自在、うん、まあ、そういうことも含めて、はい、やっぱり人気にはなるだろうなっていうふうには思うよね。まあ、だ一方の石田投手は、はい、まあ、これまで2桁勝利はしたことがなくて、はい、今シーズンは23試合に登板して4勝9敗と、はい、防御率が 3.97。 そうだね、はい、まあ、実績から言うと開幕投手もね、うん、務めたこともあるし、はい、まあ、そのチームの DeNA の中の、まあ、エース格にはなってたことはあるんだよね、はい、ただやっぱり2桁勝ってないっていうのが、うん、まあ、懸念材料だし、はい、今年大きく負け越した、うん、まあ、打線との絡みも悪かったんだけどもね、はい、まあ、そういうことで、まあ、評価を少し落としてるっていうことは、これはもう仕方ないよね、うん、だから石田が どのぐらいのお金で決着するのか、はい、まあ、それによっては人気は、ね、人気にはなるとは思うけど、うん、やっぱり山崎福也っていうのはもう優勝もしてるし、うん、その中で10勝も上げてるし、で石田があんまり緩急がないんだよね、うんうん、だから投球の幅ということを考えると山崎福也の方がその一枚上手かなっていうふうには思うんだよね、うん、あとはじゃあその山崎福也投手が取れるか取れないかによって、でそこが終わったら、あ、じゃあうち石田投手行こうっていうチームも出てくるなくはないとは思うよ。だからここがやっぱどこに落ち着くかによってやっぱ全然変わってくるかなっていうような感じはするけどもね、うん、やっぱ左ですし貴重だと思うので、同じ左の山崎投手がじゃあ取れないってなった球団がその後っていうことですよね、うん、動向を見てっていう。石田の出始めってさ、まあ、球威っていう意味ではそんなスピードが出ないんだけども、はい、球際、まあ、あの打者を通過するところっていうのはやっぱ強い球が来てたっていう各打者の話は聞いたことあるんだよね。で石田はなんで打てないんだみたいなことを聞いたことがあるんだけど、まあ、あの解説やっててね、いや球強いんですよって、だからスピードがよりも強いんですよっていうようなことをこう聞いたこともあるし、はい、強さが今ちょっと失いかけてる可能性もあるし、ね、うん、だからこれはやっぱ打者に対戦した打者に聞いてみるとよくわかるんだよね、球団の人が、うん、やっぱ緩急を使えるっていうのは強さとかいうよりもどのぐらい抜けてくるのかとか、うん、でその抜けた後にどのぐらい球が速く見えるのかとか、そういうものが石田にはちょっと欠けてる部分があるんで、うん、まあ、評価としたらやっぱり山崎福也の方が高くなっちゃうんだろうなとは思うけどね。なるほど。石田投手はやっぱ先発へのこだわりというところもあるんですね、はい、もちろん中継ぎではなくて、まあ、でもね、まあ、こだわってる場合でもないし、うん、FA した以上はその球団の評価も聞きながら、うん、まあ、使われ方も含めてどうしていきたいのかっていうことも話し合うだろうしね、はい、ただ石田はその中にも入れるしね、うんうん、山崎福也っていうのはやっぱもう完全な先発型だけども、はい、使い勝手がいいっていうのは石田の方が使い勝手はいいかもわからない、ね、そっか、まあ、記事が出てなかった分ファンとしては、あ、今どういう状況にあるのか、いやそれはもうやきもきするよな、うん、でも水面下ではどっかの球団とはこうやってるとは思うけどもね。ですよね、うん、金の折り合いがつくのかとかね、うん、例えば山崎福也が
まあ、バーンと出る、はい、で自分との評価があまりにもかけ離れてると悔いを残すだろうしな、うんうん、そうですよ、ね、でも山崎幸也よりも高いとは思ってないはずなんだよね本人も、うんうん、だけどやっぱり近い線は行ってほしいなっていうのは思ってるはずなんだけどね。そうですね、うん、プラス横浜から提示された残留で提示された金額よりかはやっぱり他球団の評価としては行ってほしいなっていうのも本人はありますよ、ね、まあまあそりゃそうだよね、そりゃそうだよ、提示したのに、ね、他球団こんなに低かったのかって言ったら、うん、がっくりしちゃう、来ちゃうよね。本当来期にあの響くよ本当に。確かにそうなんですよね、うん、チームの状態、うん、だから山崎幸也っていうのはやっぱ取る側もさ、やっぱり優勝経験してるとか、うん、そういうことっていうのはすごく大事なことでさ、はい、修羅場があるわけじゃない、やっぱり優勝するっていうのは、うん、だからそういうところで投げ切れてるっていうのをさ、やっぱ評価の対象になるよね。まあ、そうです。だから石田っていうのはチームは強く、あの全然弱くはないんだけど、うん、じゃあそういう修羅場があったかっていうとさ、うん、まあそんなにはないよね。ですよね。まあ山崎幸也から比べると、はい、そういう意味ではやっぱこう、まあ、損をしてるというかさ、うん、まあそういうところはあるだろうけど。ね、そうですよ、やっぱ投手王国でやっぱ日本一のピッチャーたちがいるオリックスの投手陣の先発ローテの一人だったっていう、まあ、まあそうだね、やっぱ評価が高くなるっていうのはまあ分かるよな。ですよね、うん、ただその DeNA の方も今年東が出てきて、うん、で今永がいて、まあ、石田がいて浜口って、うん、まあ、大体3番目には位置するじゃない、はい、左の中ではね。 そうですそんなに俺は投げれないピッチャーではないと思うし、うん、だどっか取った方がいいよとは思うんだけどもね。あの巨人とかどうなんですか。巨人とかはやっぱバッターに効くんだよ、うん、あ取るにあたってどういう球なんだって、うん、いやそれだったらこっちの方がいいですよとか、うん、いう可能性もあるしね。はい、仮にですよ、例えばまあ巨人だったりがオリックスの山崎幸也投手取れなかった、うん、となった場合に石田投手行こうっていうふうに舵を切るっていうことも十分に、まあ、可能性はあるよね。だから山崎幸也がこうどこっていうことにならない限り決まらないような気はしてるけどもね、うん、まあ、こういうところもね、動向を見てっていうことになるんでしょうけど、これ年俸でいうと山崎幸也投手が6000万円ね、発表されてる金額は、ね、はい、で、はい、石田投手は6200万円、200万円ちょっと上っていう、まあ、だけど今年の結果を見る限りでは、はい、ね、山崎たちは2桁勝ってるし、うん、そうですね、まあ、石田は負け越してるし、うん、っていうことを考えると同じような年俸だけども、うん、それはどちらに金使う、山崎幸也投手です、ね、になってくるよね。これはもう必然的にもう成績が表すように、うん、まあ、そうなるのは仕方ないことなんだよ。だということは、うん、山崎幸也が落ち着かないと、うん、石田も落ち着かないという本当そうですよね。石田投手としては早く山崎幸也投手どこかに決めてほしいっていう、うん、思いもありつつの、多分電話番号調べてかけてると思うのでお願いしますよ早くって、最速の最速の電話。ああそうか、まあ、ただやっぱ他球団の話を聞きたいと言ってね、うん、聞いたはいいけども、うん、やっぱ自分の想像と違ったとしたら、うん、それはちょっと悲しいことだな。そうですよね、うん、石田投手が他からオファーが来るとして、例えば新天地に行く、まあ、横浜に残るなりで2桁、まあ、取ったことがないので2桁を取るような投手になるためには何が必要になってくるんですか。まあ、打線の援護も必要だよな。ただね、ゲームはしっかり作れるピッチャーなんだよ、うん、2桁っていうのは可能性は秘めてるよ、うん、しっかり投げれるからね、それ以上打ってくれると、うん、ただやっぱり4点ぐらいはいるかなっていう感じがする。そこなんですね、うん、6回を投げて、まあ、3点以内には抑えたとしてもやっぱ打線としては4点取れるような、うん、まあ、そういうところがいいなっていうようなね。それが噛み合えば、うん、ピッチャーってやっぱ打力本願なところもあるしね、はい、いくら防御率が良くても、うん、全く打ってくれなかったら、うん、今年柳みたいに、ありました ね、カルテットですね、ノーヒットノーランやりながら、ね、はい、まあ、1点も取ってくれなかったとか、はい、まあ、そういうこともあるけども、はい、ある程度やっぱ打線のいいところで移籍した方が2桁には近いよね、うん、そうですね。ただやっぱこうビシ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 って防御率が2点台だとか2点半、2点台の前半とか、まあ、そういうピッチャーではないよね。
だからあの援護点が必要ではあるけれども、うん、それさえあれば2桁いけるピッチャー、まあ、まあそうだね、ゲームはしっかり作れるピッチャーだからね、うん、あのこの動画でもね、本当石田投手ここに決まりましたっていうのを伝えたいですね。まあまあそうだな、うん、DeNA で決まりましたじゃあさちょっと 動画として弱いしなまあでもなんか本当に、石田投手も山崎幸男投手もいい年末年始を迎えられるといいなって、まあね、まあまあそりゃそうだな、ね、他人に言われてもって感じでしょうけど、はい、願ってます、はい